どうした？ま、舞子さんが。あら、いつきくん、いいところに来たわ。ね、翼ちゃん、そろそろだと思わない？何がですか？決まってるじゃない、翼ちゃんの単独ソロライブ、大々的に告知もする予定よ。やったな、翼。うん、でも、私まだ自信を持つのよ、翼ちゃん。ペガサスのアイドルとして鮮烈デビューを果たした後も、握手会をはじめとした各種イベント、国民的清涼飲料水の CM 出演などなど、8年6匹の大活躍。ファンの数も着実に増えていってるし、今や一流アイドルと呼んでも過言ではないわ。胸を張りなさい、翼ちゃん。今のあなたなら絶対にソロライブ成功させられる。しかも今回のライブでお披露目する新曲は、新進気鋭の作曲家沢藤先生にお願いする予定よ。沢藤先生って、あの沢藤大先生ですか？すごいのか？すごいどころじゃないよ。ミリオンを約束された男って呼ばれてるんだから、歌手なら誰でも憧れる作曲家だよ。私ごときが沢藤先生に曲を作ってもらえるだなんて。すごい人なんだな。もうすぐ来るはずよ。あなたたち、くれぐれも粗相のないようにね。いきなり。沢藤さんがいらっしゃいましたよ。今回の仕事はお断りさせていただきたい。ですが、以前お話しした時は翼のこと気に入ってくれたと。ダメだ、僕には他にやらなきゃならない仕事があるんだ。こんなゴリ押しのアイドルのまがいものに関わってる暇なんてない。そんな。待ってておくれ、あずさ。あずさ。君のためだけの新曲、灰色の死に化粧、もうすぐ完成だ。沢藤さん、様子がおかしかった。それに、あずさって。はい、あずささんは誰なんだ、そのあずささんって。前川あずささん、少し前に活躍した伝説のアイドルだよ。沢藤さんが作ったデビュー曲、空はあずさ色が100万枚の大ヒット、一気にトップアイドルとして上り詰めたんだ。天からの歌声って呼ばれるほど歌が上手で、私今でも大好きなんだ。今でも？うん、1年前に亡くなってるの、彼女。死因は病死ってことになってるんだけど、不自然な点が多いって。表向きはね、本当は食われたのよ。ミラージュにね、パフォーマーを根こそぎ食われて死んだの。当時キリアがすぐに討伐に向かったんだけど、アズサのパフォーマーを取り込んだミラージュの力は凄まじかったそうよ。キリアでさえ圧倒するほどにね。
あずささんは歌手としてキリアさんを上回っていたってことですか？そんな。なんとかキリアとサーリアが退けたけど、倒しきるには至れなかった。そのミラージュはまだ生きてるってことですか？ええ。そいつが再起のためにさらなるパフォーマーを必要としていたら、もしかしたら沢藤さんはそのミラージュに見入られてしまったのかもしれない。なんたってそのミラージュはあずさの才能をそのまま取り込んだようなやつなんだから。沢藤さんが危ない。敵は相当な力を持ってるはずよ。生半可な芸能の力では手も足も出ないわ。だからって放っておくわけにはいかないよ。行こう、いつきくん。沢藤さんを追いかけなきゃ。ああ。あの時と同じね、サーリャ。この気配、屈辱、まだ覚えているわ。今度こそ呪い殺してあげる。翼、大丈夫？大丈夫です。必ず沢藤さんを助けましょう。その息を。行きましょう。抜けばやられる。始めるわよ。あとよろしくね。任せなさい。呪いの力、たまりにたまっているわよ。他の助かった。引き締めていこう。その技では効果が薄いぞ。バッチリ殺せるからね。それ、いけそうね。クロムみたいに。私から行くね。この隙に繋いであげる。次、おりゃあ、続くわ。守り、遅れずに。やったー。シーダ、力を貸して。もちろん。それで弱点を攻めろ。切り裂いて疾風。あれ、苦手な。まずは俺が。キリアさん、はあ。任せるわ。続きます。お願いします。ナイスコンビネーション、エリー。やれるか。もう一撃。いい感じ。やれ。いいフレーズが浮かんだわ。助かった。どんどん行くからね。つなぎなさい。いけるわ。むしゃぶりです。いけそうね。全部なぎ倒すよ。守った通り。ついてきて。キリア
さん。グッ。守り。やあ。お願いします。次いただき。エリー、やれるか。私も。カスッと命中。ヒロム、まだいけるか。無論だ。それ、いけそうね。マリの刃よ。この手応え。セッション行きます。続いてください。つないであげる。任せるわ。任せろ。つないでくれ。もう一撃。守り。やあ。決まりました。いいね。ありがとう。これだ。やったね。うん、次の仕事遅れそうだわ。いつでもいいぞ。呪いでと。痛いわよ。これで。まずは俺が。任せた。絶対決めるね。続いてください。任せます。今よ。次いただき。いいぜいいぜ。その技はダメです。ありがとう。これならいいね。運命を超える。まずい。クロムみたいに。うわ。まだよ。よし。あれ狂え。俺から行く。大成功。閉じるなよ。絶対決めるね。この隙に続くわ。よろしく。任せろ。よっしゃ。しっかり立たなきゃ。その技はダメです。飛んでっちゃえ。ついてきて。守った通り。次、いただき。いけるか。続くわ。行って。遅れずに。最後です。この調子で頑張ろってきた僕のこの新曲。やっぱり君は最高のアイドルだ。いいぞ、もっとだ。もっと私にパフォーマーを、力の源を。そこまでです。沢口さんを解放してください。新しいファンが来たようだな。もてなしてやろう。彼が作ったこの新曲でな。前川あずさ、曲は灰色の新衣装。エイサーを込めて歌います。これじゃ身動きが取れない。この歌声、以前よりも強く。あの歌声を打ち消すには、やはり同じアイドルである翼の歌じゃないと。そんな、やっぱり私には無理です。だって相手は伝説のアイドルなんですよ。その通り。彼女は前川あずさ、天からの歌声。お前なんかに敗れるもんか。
だったら翼が新しい伝説になれ。いつきくん、今のあなたになら必ず超えられるはずよ。身につけてきた技術を、これまでの経験を、そして思いの強さを信じて。シーダ、歌って、翼、あなたの歌を。沢藤さんも、そして囚われた彼女の魂を救うために。羽ばたいて翼。オリベ翼、18歳。曲はフィール。心を込めて歌います。この歌声は…そんな…バカな…私の歌声が…バカなんて…だが…まだこんなものでは…行くぞ、翼！うん、絶対に沢藤さんを助けるんだ。私に完成の二文字はないわ。それよ、あれ狂え。やったわ。ついてきて。次、私だって一気に行きましょう。私だってお願いします。次、いただき、行けるか。私もバズッと命中。始めよう。行ってくれ。
私もよろしく。さあお任せしました。任せろ。やり、ミラージュアタック行けるぞ。了解。ありがとう。いいわよ。やれやれ。次はどう攻める？そうだな。いつでもいいぞ。切り裂いて疾風。いいね、ついてきて。任せた。はあ。守り、落ち着いていくのよ。次、いただき。エリー、やれるか。もう一撃。そんなもんでしょ。くらえ。くらえ。クラム、まだいけるか。無論だ。一か八かで。つなぎなさい。遅い。これだな。セッション行きます。お願い。つないであげる。トーマ、ぶっ放しなさい。ナイスコンビネーション。いけるか。ヤリ、よろしく。続きます。なりました。サール、私に力を貸して。遊んであげる。助かった。私はミラージュマスターだから。それで弱点を攻めろ。今がチャンスみたい。飛んでっちゃえ。ついてきて。頼んだ。援護、行くわ。守り、落ち着いていくのよ。ナイスコンビネーション。エリー、やれるか。私もいい感じ。溺れろ。そんなバカな。まだよ。絶対つなげてやるよ。ほとばしれ。大成功。次、いただき。パス。もう一撃。いい感じ。一番やり、信じてるぜ。もう一撃。そんなもんでしょ。あれ、シーダ、どうしちゃったの。助かった。これな。助かった。ミラージュアタック、難しいかも。この攻撃だ。キル、ここか。まずは、あたしから。守り、遅れずに。今です。任せろ。勝負。くらえ。あいつらのパフォーマー全部奪い返す。オッケー。ごめん、もうダメかも。しっかりして、翼。助かった。これだ。お前の判断を信じるぞ。やってみる。ここだ。よかった。いいわよ。死ねー。呪いの効果が出るまでもう少し。よし。その頃には倒してす。ほとばしれ。やったわ。ついてきて。頼んだ。もう一つおまけ。行きましょう。さあ、トーマさん、続くやらん。続くわ。バズッと命中。一緒に行こう、クロム。おう。一か八かで。光の刃よ。やった。私から行くね。キリアさん、信じてます。トーマ、おりゃ。よ
もう一撃よろしく。忘れずに。なりました。今ぼーっとしてなかった？瞑想をしてただけだよ。つなぎなさい。全部なぎ倒すよ。始めよう。頼んだ。グッ。次。やあ。お待たせしました。ナイスコンビネーション。いけるか。やり、いい感じ。始めよう。行ってくれ。私だってキリアさん、つないであげる。つないで。次、いただき。シクヤラン。私もバズッと命中。当たらないわ。くらえ。絶対逃がさないから。よし、この日を逃すな。飛んでっちゃえ。俺から行く。キリアさん、援護、行くわ。あまり落ち着いていくなよ。お待たせしました。まだまだ。続くわ。いい感じ。あいつらのパフォーマー全部奪い返す。準備 OK だよ。あの勇気よ。俺から行く。任せた。私だって、この隙に。私だって。トーマさん、まだまだ。信じてるぜ。やり、これでラスト。そんな、この私が、伝説のアイドルたるこの私が、こんな小娘に敗れるなんて。伝説のアイドル、前川梓さんです。あなたなんかじゃありません。小娘。これで一区切りね。俺の技、今のイツキなら使いこなせる。イツキくん、どうした？こんな状況だったけど、全力で歌えてすごく気持ちよかった。そうか。私、歌が大好きだ。君の全力のステージ、見事だった。素晴らしい。実に素晴らしい。歌声、佇まい、オーラ、まさに究極のアイドル。すべてのファンの思いを受け入れる無限の器。このボーガの境地はもはや悟り。これぞアイドルの本質、偶像の真髄。人の身にありながら、よもやここまで。織部翼。はい。君の新曲、ぜひ僕に書かせてくれないか。
月くんとシーダが励ましてくれたおかげだよ。ありがとう。これで一件落着かな。落着してないよ。私ソロライブに向けて練習しなきゃ。それじゃ戻ろうか。あずさ、ようやく僕も前に進めそうだ。どうか彼女のことを見守ってあげてくれ。話をしだして、なんかお別れするみたい。ねえ、私たちはずっと一緒だよね。もちろんよ。でも、今日はあなたの初のソロライブ。晴れの日じゃない。記念の日だから、どうしても言っておきたかったの。そっか。いよいよ。うん、まだ実感湧かないけど、ようやくここまで来たんだなって。ここまで？違うでしょ、翼の道はここから始まるんだから。シーダ、そうだね。頑張ってね翼、晴れの大舞台
私も楽しみにしてるわ。はい。往年のあずさを思わせる清楚な立ち姿、にじみ出る母性、処女性、神々しき歌声、彼女の魅力は類型化不可能。新時代の到来、アイドル革命、最も新しいアイドル伝説が今始まる。織部翼、君のステージ最高だった。次の新曲もぜひ僕に書かせてほしい。相変わらず変な人だ。そうだね。だけど沢藤さんがあそこまで褒めてくれるってことは、それだけ翼が期待されてるってことじゃないか。そうなのかな。でも私はあずささんの思いも託されたんだと思う。だからそれを受け継ぎつつ、自分なりに新しいものを作っていけたら、そう思うよ。責任重大だな。うん。ところで翼自身はどうだったんだ、初めてのソロライブを終えて。うん、うまく言葉にできないんだけど、すっごく楽しかった。いつもキリアさんはステージの上でこんな気分だったのかなって、今ならわかる気がするよ。そっか。あのね、その樹くんがここまで連れてきてくれたんだよ。だからありがとう。こちらこそありがとう。翼がこうやって駆け上がっていくのを見ているのは、なんていうか胸が熱くなった。だからありがとう。樹くん、いや、私の方がより一層一段とありがとうだよ。だって樹くんがそばにいてくれたら私無敵だもん。そうなのか。でもね、いつきくん、私まだまだ満足してないよ。これからもっともっとたくさんの人に私の歌を聴いてもらいたいんだ。
そのためにも私もっともっと頑張るよ。だからこれからもそのそばで見ててほしいな。もちろん、いろんな意味で目が離せないしね、翼は。